はい、みなさんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです。ロハンは寝てます。はい、まずいます、愛してます。どうしたの？はい、前からすごいやりたいのがあって、はい、それを、まあ、さて終わるのですけど、まあ、最近結構流行ってるので、じゃあ早速行きましょうか。もう行きましょう、はい、いいの？いいよ、見てよ。どうしたの？はい、こんな感じですが今これ作ってたの？うん、あいごあいごあいご、なんか久々だった。そう、どう？感動でした？感動した。うん、前こういうのでプロポーズもしたし、ね、もう音楽だけ聴いてもなくなったね。え、やばいやろ。でもこれ著作権でさ大丈夫大丈夫、あとで。最近ね、なんかねまあいろいろ辛かったやんな。まあ힘들기도했고、まあまあいろいろがあったけど、まあゆかの周りにこんなに人もいっぱいだしさ、うん、あのロアにもいるし、ゆかの周りにはいっぱいいるよね。いい人と一番いい人がいるじゃんね。そうだね。あとロハンもきっと、まあ今はすごいモンストだけど、ちょっとでゆかをね、一緒に俺と頑張ってカードするよね。だからまあたまにこういうのをやるからさ、ゆかも元気出してってことだよ。なんか最近すごい私にそう、なんかイライラしちゃったりとかして、うん、ゆうかもイライラしたくないけど体疲れてたりとかすると、なんか言いたくないこと言っちゃったりとかするし。괜찮아괜찮아ほら、今日も極端に行ってきていて、
最近産후우울증ではないけど조금걱정되는부분도있었고또약간뭐이런인터넷세계에어이런나쁜놈들도가끔있어서유카가좀상처도많이받고어그래서정말사람들좋은사람들많은데우리구독자나카마들도되게좋은사람도엄청많은데그런조그만한사람들이나또뭐부각돼보이니까또이거지금이시기에어디가지도못답답하고보이는見るとすごいちっちゃいことでちっちゃいことで悩んでたなって思うからとてもありがとうございます。はい、最後にゆかの感想一言。すごいなんかまずは本当嬉しかったし大事なことにまた気づかせてもらった感じですごいそうだなって大事にしなきゃな家族ってまた思えたし自分が好きでやってるこう YouTube とか見てくださってる皆さんとかもっと大事にしようって思ったし、うん、なんかちっちゃいことで悩まなくてもいいなって思えたかな。だからすごい良かった。心が元気じゃない時ってあるじゃないですか、はい、うん、だからそういう時にこういうのたまにしてもらえたらいいと思います。いいと思います。本当に皆さんもそばにいる彼女彼氏にこういうイベントもたまにいいと思います。結構聞きます言葉にしないと分かんない時もあるじゃん。そう、もちろん、だからすごいありがたいなって思いました。こういうのすぐだから本当に作るの、うん、10分 ?20 分ぐらいだからやめて。えなんかすごい感動が去ってくそこんな感じのゆかさんの感動のイベントでした。はい、ありがとう。はい、ありがとう、ありがとう。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。インスタグラムと TikTok フォローとチャンネル登録もお願いします。みんなも元気ない時は無理しないで、泣きたい時は泣いて、はい、笑いたい時に笑って過ごしてください。はい、次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。